はい、みーママです。今日はこちら、今海外のセレブママさんたちに大人気のファザーバッグを紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということでこちらが今海外のママさんたちに大人気のファザーバッグなんですけど、マザーバッグなので、もう作りがママさんたちがねすごい使いやすいような感じになってるんですけど、わかりますかね。すっごいね、中が広くって、でポケットが多いんですよね。こんな感じで中がすっごい広いんですけど、もうポケットがねすごいあります。メッシュになってるポケットが3つあって、横に水筒とか入れれるようになってるんですよね。これすごいびっくりしました。なので今から暑くなってくる季節とかになると、こう冷たいもの買ってもすぐぬるくなっちゃうんですけど、ここに入れとけば冷えたまんま飲み物が飲めるので、子供ちゃんたちのジュースとかマグを入れるのにもすごいいいように作られてます。チャックのポケットもあって、こんな感じでねなってるんですけど、外側からつながってて、多分ここはすぐに取り出せる、外から取り出せるようなものが入れれるんかなと思います。こんな感じでね、紐もついてて、ここに鍵をかけると、まあ、落ちる心配もないしっていう感じですね。とにかくポケットがすっごい多いです。で外側にもめっちゃポケットがあるんですけど、まずねここにもポッケがあって、ここにもポッケがあります。このね横左右にもポケットがあります。とにかくね、もうママさんにはすごい便利なものが詰まったバッグやなと思います。でこれ3種類の持ち方ができるみたいで、まずこうやってね普通に背負うタイプと、専用の紐がついてるので、これを横にねつけると、こんな感じで斜めにかけることもできます。でさらに短めのベルトもついてるんですけど、これをつけるとこんな感じでねハンドバッグにもなります。この一つで3種類の持ち方ができるってすごいですよね。このベルトを常にこのバッグの中に入れとけば、布持ちやすいようにいつでも変えれるので、すごいいいなと思います。これの中におむつシートが入ってます。バッグとねお揃いのおむつシートなので、すごいおしゃれやし、足もねすごいしっかりしてるので、しかも軽いんですよ。だから常にリュックの中に入れてても全然重くないかなと思います。ということで、私が実際に今お出かけする時に持ってってるものをこのリュックの中に入れていこうと思います。まず持っていくものがこちら。こちらはおむつが入ってます。ケースもねもう1回動画で紹介してるんですけど、これは雑貨屋さんで購入しました。お兄ちゃんと娘ちゃんの分ですね。だから出かける時はだいたいいつも4枚ですね、4枚持ち歩くようにしてます。でこの横についてるのは100均で購入した持ち運べるゴミ袋なんですけど、これをねくっつけちゃってます。出先でおむつを替えたりするときに、ここからねこうやってゴミ袋を取って捨てるようにしてます。まずこちらを入れます。でこちらお尻拭きですね。でこの蓋はダイソーで購入したもので、ダイソー購入品で紹介してるものです。これねすっごいね開きやすいししっかりしてるのでおすすめです。なのでね100均の蓋結構使ってきたんですけど、私的にこのミッキーの蓋が一番使いやすいかなと思います。これも入れておきます。で続いてこちら、こちらもこの前ダイソーの購入品で紹介したミッキーのポーチなんですけど、この中にお菓子を入れて持ち歩くようにしてます。で後ろの方に、こちらはコストコの購入品で紹介した使い捨てのエプロンを入れるようにしてます。これも入れておきます。でこちらもこの前のダイソーの購入品で紹介してるんですけど、こちらのポーチの中に使い捨てのストローを入れてます。ストローを持ち歩いてると結構便利で、お店に行った時にストローがねない時とかもあるので、これはすごい必需品です。でもう一つ、こちらのポーチは今からなんですけど、この中にセリアで購入したミッキーのペットボトルにつけるキャップとかをいつも入れて持ち歩くようにしてます。で最後なんですけど、こちらもね海外で今すごい流行ってるお尻拭きのケースなんですけど、出かけるときはバギーにぶら下げて持ち歩いてます。お尻拭きのね中身をこのまま入れてるんですけど、こんな感じで1枚ずつ取るような感じです。はい、ということで全部入れるとこんな感じです。結構ねまだまだ余裕があって、ポケットもあるのでまだまだ入るかなと思います。あとは子供たちのねマグを2つ持っていくので、それを水筒が入れれる場所があったので、ここに入れようかなと思います。はい、ということで今回はこちらの海外のママさんたちに大人気のマザーバッグの紹介でした。よかったら皆さんも参考にしてみてください。それでは本日も最後までご視聴
ありがとうございました。バイバーイ。 See you!